撮影中にちょうど子供を授かっていて監督に一番にお伝えした時に映しててうっとりするぐらい綺麗な人で一番綺麗なカットだと密かに自負してるカットもあるぐらいなもんですどれですか後でちょっとこっそり粘って聞いてみます奇跡ですね私はこの映画の撮影中にちょうど子供を授かっていて でまだ皆さんには報告していない時期だったんですけど監督に一番にあの伝えお伝えした時にあのいいお母さんになってくださいねとでそういう子どもを持つという経験がまたその女優業をやっていく上であので糧になって成長できるでしょうからあの次のステップに行ってもあの頑張ってくださいねという言葉をかけていただいた時にすごく。 なんか嬉しくて涙が出てあの私は桂園子という、まあ、女優の役を今回たまたまやらせていただいていたんですけどあこういうふうにこう撮影場時代の監督と女優っていうのはその役者と監督っていうだけではなくてこう人としてこう絆があったりとかこう女優の人生のことも気にかけてくださる監督がきっといたんだろうなっていうのがこうふっと。 タイムトリップできたような,なんかそういった感覚というか錯覚に陥ってなんかその、うん、感覚とか感情がすごく奇跡的だったなと思って本当にありがたいあの瞬間だったのですすごく覚えていますすか山田監督、そのお話を受けた時のことを覚えていらっしゃいますか、ええ、よく、もちろんよく覚えていますよ。はいはいね、でもも北川さんも その現場にその言葉を受けていられるというのは安心されたでしょうねそうですね、あとはやっぱり覚悟してあの、やっぱりご迷惑とかご心配もおかけすることなので、絶対そういうことで皆さんの足を引っ張らないように頑張ろうというふうに山田監督、北川さんが今回演じられたのが、昭和の銀幕スターということなんですが、その時代を知られている山田監督からご覧になって、北川さんのこの役というのは、いかがでしたか。 もう本当に綺麗な人で <laughs>、あのな映しててうっとりするぐらい綺麗な人で、こういうことは、そういうことはとても大事で、たくさんのカットがありましたけど、その中のワンカットは、僕は多分彼女がたくさん出た映画やテレビ、ドラマの中でも、一番綺麗なカットだと、密かに自負しているカットもあるぐらいなもんです。どどれれですかそれはちょっと言えないいけ知りたい 短い,短いカットですけどね、はい。教えていただきたいですが北川さん、それは心当たりはありますか <laughs> ないです、あとで,でちょっとこっそり粘って聞いてみます <laughs>、はい、ありがとうございます。